取れないとダブルになってしまいますね。ループで狙った豊川、見事なループシュートで3対0、まあ、良さが出ましたね、まあ、この片山選手からの1本のパスですね、はい、ぐらいの、まあ、ここのトラップも見事でしたし、まあ、トラップした瞬間にキーパー見てますよね、前に出てきたと、このループ非常に正確に優しいシュートでしたね、コントロールされてましたね。セレッソ2戦、そしてプレッシャーを強めて取り切りました。伊佐健人、上田はシュートだー、そのまま入りました。9試合ぶりのゴール、上田綺世のゴールで鹿島先制です。だったと思いますね、このサイドで追い詰めながらこう高い位置で取った後のこの速い攻撃ですよね、はい、まあ、上田選手も1回フェイントかけながらキックフェイントかけての次のシュートですからね、非常にコースにしっかり狙って行ってますよね、非常に見事なゴールでした ね、もうブロックに行った翔がカットをした、そして武藤ゆるきが呼んでいる、ゆるきスルー、そして興梠、興梠から中へのボール、ゆるき落としてシュートきた、長澤がこの位置です、長澤が押し込みました。この辺りは非常に浦和は良くなってきましたよね。長澤ロッマルティネス狙う、きたフリーキック直接決まりました。2点目が入った浦和レッズです。壁の頭を越えてニアサイドに落としたユキングですね。壁ドグラス、ペレイラ奪った、ペレイラ奪って右から出るエゼキエウ、ペレイラ運んだ、ペレイラ左足、ペレイラいい時間で取れましたよね、まあ、高い位置でボールを奪いましたし、まあ、最後の、ね、シュートも正確に、はい、まあ、少し、ね、真正面になりましたけどね。